王林進学塾の辻中です。どうも、代表の新宮隆太です。今回は、公立の高校から難関大学に合格する方法についてお話していきたいと思います。王林って結構中高一貫生が多いとはいえど、公立の高校生も結構いるじゃないですか。3割ぐらいはいますね。うん、まあ大宮校舎で言うと、市浦とか、宮北とか、浦西とか、まあ偏差値で言うとどれぐらいのイメージですかね。53、4以上ぐらいのイメージですね、うん。ただ、そういう公立高校といえど、場所によっては中高一貫より進度がめちゃくちゃ早かったりしますし。公立中学と公立高校を、ここが違いますよっていうのをちょっと先に知っておいてほしいんですよ。あ、そうですね。公立中学って多少の差はあるけども、ぶっちゃけ進路ってそんなに変わらないじゃないですか。変えちゃいけないですもんね。変えちゃいけないんで。公立高校って、学校って全然進路違うんですよ。それこそ中高一貫に比べて公立高校って進路遅いと思われがちですけど、そんなことすらないんですよ、実は。だいたい県トップの高校。まあ、例えば、横浜だったら水蘭とか、埼玉だったらぶっちゃけ進路的には裏子よりも大宮高校の実力とか、まあ、あと北海道とかの朝日とか、福岡だったら周遊館とか、まあ、熊本だったら熊本高校とか、各県トップみたいな学校あるじゃないですか。はい、中高一貫の、そのトップ校とあんまり変わらない進路してるんですよね。中高一貫は中学からやってるけど、それに劣らず早いってことですね。早いってことで、例えば大宮高校の理数科だったら、高1で数 1A、2B ほぼ全部終わるし、通算 C まで終わるんで、高3の数学はほぼ演習しかないんですよ。これ大宮高校の理数科だからってわけじゃなくて、だいたい県のトップは、多少の差はあれでも似たようなもん。でも一方で、再トップとはいかなくても、偏差値65とか70弱くらいの、まあ言ってみれば県内で上位じゃないですか。うんうん、っていう公立高校もありますけど、そういうところですらめっちゃ遅いところもありますよね。ありますよね。まあそれこそ、今ここ撮ってるの5月6日ですけど、はい、新高1の子いるじゃないですか。大宮高校の理数科は2次関数も中5と命題も終わりました。まあ宮北の子は未だにこう一番最初のこう展開のところとかやってますって感じですよね。やっぱそれぐらい変わりますよね。だもう3倍以上進んでるってことですよね。そうね。中高一貫早いってイメージありますけど、はい、中堅中高一貫って下手したら効率より遅いこと全然ありますよね。ありますね。特に保護者の方注意してほしいんですけど、説明会の時には高2では全部終わりますって言ってるような学校とかでも、高3の11月ぐらいまで理科全然やってるとか全然ありますからね。てかそっちの方が多くないですか？なんなら。そうですよね。説明方、話が違うのは厄介ですよね。公立私立に限らず進路はバラバラで、特に公立中学は進路は大体同じなんだけど、もう公立高校は全然進路違いますよってことですね。うんうん、県トップ3に入るような高校とか入っても、最初の春休みとか4月とかで遅れるとついていけなくなるのは、まあもちろんそういうことなんです。大量の宿題も出てますし。大体中1の数学の量が1、中2の数学の量が2、中3が3だとすると、はい、正直数 1A で6ぐらい、数 2B でもまあ6、7ぐらいあったりとかしますし、1A だけで終わんないで1年間でも10ぐらいやるわけですよ。うん、要は、中学校3年間分の 1.5 倍ぐらいのことやってるのに、それはちょっと遊んでたら、やばってなりますよね。高校受験ってやっぱり中3ぐらいから始めて、1年間バーってやって、で、合格してっていう人が多いイメージはあるんですよ。高校入った後は、まあ、しばらく遊んでていいんじゃねみたいな雰囲気とかありますけど、そうじゃないよってことですよ。結構あるあるですけど、県内でほんと上位校だったとしても、高1から頑張ってたら、なんか結構勉強してるねっていう空気感になっちゃうっていうのはよく聞きますけど。まず、そもそも進度が違うんで、トップ3に入るような学校とかでも、科目によっては進度が異常に遅かったりとか、するところがあったりとかします。文系はともかく、理系でそれだと正直きついよねって話は、ありますよね。終わらせていかないと物理的に間に合わなくなりますからね。文系であっても正直世界史日本史とか近現代の方が受験出るじゃないですか。ですね。大体学校最後にやるじゃないですか。なんなら冬ぐらいに詰め込むとこもあります。ありますよね。公立高校って意外と進路はバラバラなんで、自分の学校の進路を把握しておくってことと、あとまあ大学受験に必要な勉強量って本当に高校受験の10倍ぐらいあるんだよってことをしっかり自覚しておくこと。自分の高校の進路がちょっとトップ校に比べて遅いなっていう風に感じたらどういう風にすればいいですかね。あと早めからなんかこう塾なり、今だったら YouTube とかなりで対策することじゃないですかね。長期休みでまとめて先取りをしてみたりとか。例えば、ハーフとか高3の11月まで終わりませんとか、僕ぶっちゃけ積みゲーだと思うんですよ。割と覚えることも多いですし、理解しなきゃいけないことも多いからしんどいですよね。しんどいし、なんなら最近って最後の方の範囲の方が受験出やすかったりとかするんで、大体やっぱり高3のゴールデンウィークぐらいには一通り終わってるみたいな学校とか多いと思うんですよ、中高一貫とかだったら。高2の秋ぐらい
らいからは、やっぱこう、先取り学習とかを、やっぱやっとかないときついよな、っていうのは思いますよね。王林でも毎年それぐらいの時期から、あ、そうそう。先取りガーってやっちゃう人とか多いっすよね。そうっすよね。僕よく、理科って高2の秋ぐらいとか冬ぐらいから始めたよね、とか言ってるじゃないですか。あえて学校でやってた上での話だと僕思うんですよね。二週では、さすがに1年で厳しいと思うんですよ。うん、まあ、なんか実際公立高校って、東大とか含めて、現役で通うのってやっぱ文系が多いですよね。それはわかります。やっぱ理系は一浪してってパターンが多いと思いますね。やっぱそれ単純にこう能力じゃなくて時間の差ですよね、うん。終わりきってないっていう要因でかいっすよね。でかいっすよね。でも人と終わってからいろいろ考えることとかも多いのに、チュートリアルが終わったに近いですよね、だってゲームで言うと。とりあえず一通り終わったから、さあどう攻略しようで受験みたいな感じですかね。そうですよね。やっぱやり込みの時間って必要なんで、うん、東大とか結構時間とかもきついから、解けるようになってからもう一段階対策あるじゃないですか。解ける解けないってまだその、本茶の対策の一個手前なんで。でも逆に言うと、公立からそういう超難関大に合格してる生徒さんは、もうほんと早め早めから、学校のペースとか関係なく、自分の受験に合わせて勉強してますよね。まあ先生にも言うと思うんですけど、学校でやってることはすごくレベルが高いことまで一分や一分や突っ込んでるな。みたいなところは、まあ先でするというかは、一個一個完全消化していくって方が大事かなと思いますね。ですね。うちの塾とかでもそうですけど、同じ高1とかでもやること全然変わってきますよね。そういう学校の特性とかをちゃんとこう理解した方が、うん、いいっすよね。自分の学校がちょっと遅れてるか早いかとか、見極めるのに指標ってあります？数学だったら高2の終わりにどれぐらい終わってるといいんじゃないかとか。いや、でも高2で全部終わったやつきつくない？数3まで全部ってことですか？きついと思いますね。うん、終わってないと、さすがに。少なくとも数3の微積ぐらいは終わっててほしいってことですよね。そうっすね。少なくとも高3の1学期終わった時に、どの科目も全範囲終わってないのは異常かなって思いますね。まあ文系とかで理科基礎が終わってないとか、理系の社会が終わってないのは別にいいと思うんですよ。だからそのメイン科目で終わってないっていうのはきついよなと思いますよね、うん。そういうのにちょっと早めに気づいた方は、高2、なんなら高校1年の時から、ちょっとそこにアンテナ張って、早め早めからやってった方がいいってことですよね。そうっすね。まあ例えば物理だったら、力学、波動、電磁気、原子って大きく分けたらあるかなと思うんですけど、最初の3つは、高2までに割っといきたい。まあ、話さえ一つ聞いたことあるって状態にしときたいなっていう気はしますね、正直。原子以外は。原子以外は。まあ、例えば渋幕みたいに一個一個しっかり掘り下げるようなところはそのスピードじゃなくていいと思うんですよ。そういうこともやってないのに遅いっていうのはちょっと異常かなと思います。うん、まあ、要はやんないといけないことが多いんですよ、うん。高校受験と同じノリで考えると死にますよってことですよ。高校上がったばっかりだから高1はいいやとかやってると超大変。高校受験って中3だけ通い始めてみたいなことが多いと思うんですよ。高校、大学受験をそうノリでやられたらしんどいよって話ですよね。めちゃくちゃ理解力高いくらいできついですね。きついですし、いわゆる難関大専門の塾とかだったら、高3から入ろうと思っても断られること多いですから。東進とかだったら、こう、東大受験生とかは、結構、侵略意識出すために、無料でみたいな感じでお客様使いやってくれると思いますし、はい、ちょっと厳しい、こう、ビシバシ鍛えて入れるところって、ぶっちゃけ多分東大受験生とか医学部受験生ってそんなにお客様扱いしないと思うんですよ。そういうことしてたら分かんないし、みたいな感じ。むしろビシバシやってた方がいいってことですね。ってことなんで、そういうところもあるから、まあやっぱ覚悟してやった方がいいですよね。です。格論にはなってないですけど、うん、まあ、まず進路がちょっと違いすぎるんで、学校の進路と、あとこう学校の特徴、はい、一個一個深掘りしてってる学校なのか、それともこう、教科書的なことをざーっとやってる学校なのか、うん、そこはちょっと理解した方がいいですね。逆にこう、めっちゃ深掘りしてて、抽象論的なものをものすごく求められる学校だったら、渋幕みたいに僕はこう、先取りしなくていいと思うんですよ。まあ逆に、自分の学校がどれぐらいかちょっと分かりづらいなっていう場合は、僕ら無料受験相談っていうのもやってるんで、そういうところとかで、ぜひぜひ、こう、聞いてほしいですね。そうです、ね。今の状況とか言ってもらって、実際どうでしょうっていうところを一緒に相談して構築していくことたくさんあるので、ガンガンそういうところも相談してほしいと思ってます。困ったらいつでも相談してください。応援しています。ドン。